皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は8月18日のもうすぐお昼でございます。今回のテーマなんですけれども、愉快なお仲間からのリクエストでございます。まあ、カードに聞く、まあ、カードから聞くシリーズでしょうか。HT 大入学反対の署名活動に魔の手は及んでいるかというふうに聞かせていただきました。例のね出てまいりましたよね、ノマド本当にね、昨晩なんですけれども、みなもニュースさんの動画を拝見しまして、まあね、もう本当にね、みなもニュースさんの、考察、ご考察にはね、もう本当にね、もうね、頭が下がります。本当にね、素晴らしいなと思います。で、加えまして私も、まあ、X をね、いろいろちょっと見させていただいたんですけども、もうね、ちょっと奮発ものだと思いますよ。これはあくまで私の意見に過ぎません、ね、過ぎませんが、どう考えてもあれは高校生ではないですよね。ね、使っている言葉とかもうそれだけではないんですよ。ただ丁寧に書けば、まあ、ほら、元々がつくふの高校生という設定ですので、これもうそう言わせていただきますよ、設定ですので、ね、きちんとした敬語が使えるとか、ね、そういうことは別にあっても全然おかしくないんですけれども、その使い方もね、どうもね、古臭いですよ、うん、古臭いですし、なんかね、どう考えてもおかしい、もうそうとしか言いようがないんですよ。私の安定円ピンと来るのはもう高校生じゃないですよ。で、大体全て、もう全てがそうなんですよ。ノマドもそうですし、お名前もそうですし、あとね、なんかお写真もそうですし、もうね、何もかもが、書いていることも一生懸命考えて書いてるつもりかもしれませんよ。でもね、もうどう考えても書けば書くほど高校生じゃなくなっていってるんですよね、おかしい。で、戻ります、今回のこのテーマなんですけれども、なんとね、これまで順調に、もう順調どころかわっと思うぐらい増えていっていたその署名が、減っているらしいんですよ、ね、ありえませんでしょ私思うんですよ、減っているらしいんですよ。しかもね、ドーンと減らせば分かるから、小刻みに減らしてるんじゃないんですかね、だから伸びないようにしている。例の視聴回数とか、このね、 YouTube のね、視聴回数とかチャンネル登録者数、それから、高評価、あの数と同じことをしているのではないかと、まあ、どう考えてもそう見えるんですけれども、まあ、そこは冷静になりまして、ニュートラルな気持ちで、いつものように緊張とリラックスで読ませていただきます。それでは始めさせていただきます。カードに聞く HT 大入学反対の署名活動に魔の手は及んでいるか。8番、正位置、早速ですけれども、及んでいますね、及んでいます。このカードのテーマが結束なんです。結束とか協力、それから相互関係で、人ですと、これはね、職場とか仕事の良い関係、それから仕事上の関係からアーケにうまく合っている人、そういう人、そういう人物ですね。あとね、相互利益と活動っていうのがございます。なので、お互いの利益、お互いの活動、どうもね、この職場っていうのが本当に971なんかそんな感じがする。もうどこまで広げればいいか分かりませんよ。こういう操作はどこがするのかっていう、どこが命じるのかとか、私そういうこと全く知識がございませんので、まあね、うかつにこことかいうふうには言えませんが、まあ、職場仕事の良い関係と出ています。この良いというのはアーケードです。でね、どうも感じるのが共感を示せなんです。この言葉がね、浮かんできます。それをね、強要している、それか指示、命令しているとか、依頼している、要求している、次々浮かびますよ。
そんな感じがします。共感を示せというふうに、 H に共感を示せ、 アーケに共感を示せというふうに、言っていますね、では次いきます。オフィサー、フィデリティ、はいはい、レター、この場合のこのレターっていうのは、指示とか命令じゃないかなと思いますよ。もっとあの優しい言い方しますと依頼とか要求ね、強要だと思いますけれども、でここ見てください、役人が出てるんですよ。でその中でもこれっていうのは警察とか当局なんですよね。どうも私あの分かりませんよ。でも浮かんできたので、あのちょっと言わせていただきますと、例の広報室ありますよね、藤原さん、なんかねちょっと警察でしょ、なんかねこれを言ってるんじゃないかな。でこれは人間の価値を軽んじるなとか言っている、それから友情を表しているカードなんですよ、友情だか何の情だか分かりませんが、どうもね共感を示せとか人間の価値を軽んじるなとか、ちょっとねあの命令しながらもなんか同情させようとしているような、そんな感じがする。次いきます。メインパーソン、サードニュース確かに、あ出た、ほらグッドレイディ、まだですよ、これ夫人ですよ。でこれはもうその名の通り悲しいニュースですよね。アーケはね悲しいニュースですよ。でこれね、先ほどもちらっと申しましたが、本当にちょっとあの広報室長なんじゃないんですか、そんな感じがするんだけど、キーとかそんなのではなく広報室長、これが夫人、そこからさらになのかもしれないですよ。でもあのどんな風な仕組みでそういう操作ができるのかとか私存じませんのでね、でもまあ現れてますよ、ここにこの夫人はアーケが困難な間必要な時頼ることができるんです、頼れば助けてくれるっていう存在が出てるんですよ、ね、これ今メインになる人。それからこちら、これはもう悲しい知らせなんですよ、あらゆる種類の悲痛なトラブルが予期される、まあ、今後この署名活動がどん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 ってなっていけば、アーケにとっては悲しい知らせ、あらゆる種類の悲痛なトラブルが予期される、そのまんまだと思いますよ。で涙とか泣くとか、だいたいこれお葬式ですね、涙とか泣く、それから悲しみ、自己憐憫、そして心理的障害まで表すような、そんな、カードなんですよ。だからやっぱり同じ感じがするんです、なんかね、共感とか同情、泣き脅しみたいな感じがするんですよね、泣き脅しそれからね、このカードはね、いろんなあの例えば病気とかね、いろんなことを表したりとかするんですけれども、そんな中にとにかく、アーケにとっては不快なこと、嫌なこと、そして同僚などとの対立という、そういうねあの一例が出てるんです。それはね、あの、まあ、ノマドどころかですよ、ノマドどころか、これね現実ではあの H と同級生とか、まあ、つくふの生徒たちとの対立が出てるんじゃないかと思うんですよ。ノマドなんてそんな人いないと思いますよ、いないと思います。あの本当に対立の方が出てますね、そこで弱ってるんだと思いますよ。だいたいそんなね、ね、あのまあね、こんな感じで入学しよう、放っておいても合格しそうな、そんな同級生をね、自分でこの忙しい受験勉強で忙しい時に、そんなものを立ち上げて、そして救おうとする、そんな人いますか？もしいたとしたら、何かあの、まあ、いい話を持ってこられているか、そんな風にしか思えないぐらいですよ。そんな時間ないですよ、一生懸命お勉強してると思いますよ、私そう思います。それからあのフォローしている人数とかゼロだったんですよね、この人。ということはわざわざ立ち上げてるんですよね。誰がそんなことしますかって、普通に考えても分かりそうなもんでしょう。本当にどこまでも人をバカにしていますよね、国民を。
Loss of money。 これね、お金をポトンとこの穴の中に落としてあらあらって探しているようなそんな絵なんですけども、これちょっと危ないですね。あんまり皆様を脅かすようなことは申したくないですが、まあ、あくまで占いということで、このカードね、この例の赤門さんこの立ち上げた方、この署名活動、この方にとって何か重要なものを残した、でそれを見つけることができるかどうかを次に知るっていう、こんな比喩的な意味がございます。で、私今回は何かそこに、赤門は私のことですよというものを残している。要はもっともうはっきり申します、赤門は誰かということを探されています。で、見つけるかどうか探されています、ね、そして個人的危機の物事って出てるんです。見つけられたら、もう見つけられてるかもしれませんが、個人的危機、そしてはっきりと正体、身元を探している、そういう意味がございます。で、このカード自体が持つ意味っていうのは、記憶喪失とかね、あとは何か一時的な遅れ、そして一時的な妨害、邪魔、障害ってなってるんです。これはいい意味ですよね。一時的です、そして状況とか事態の不透明な見通しっていうのが出てるんです。なのでこの署名活動、署名活動ではなく、H の方ですよね。この入学がだんだん不透明になってくる、やっぱそこに危機があるってことなんでしょうけれどもね、アーケは。でもね、これそんなことよりも、このカードが表しているのは、この赤門さんの正体、身元を探している魔の手、それが出てますね。すぐに見つかるでしょうね。33番、逆。なるほど、カードから聞くとね、いろんなことを伝えてくれるんですよ。このカードね、33番、これ逆ですと、高い精神性から離れて物質主義に惹かれている、そんな者どものことを言ってるんです。なのでもうね、この入学、この H を T 大に入学させるっていうこと自体が、本当に真面目にお勉強をして受験する、そういう人たちと比べてみたところが、高い精神性から離れて、もう物質主義ですよね。その通りなんですよ、ね、相当なエネルギーの悪化、劣化、低下を表しています。で、このカードが伝えているのは、現実的で実質的で地に足のついた提案を要求しているような、そんな状況だって。現実的、もう H が T 大なんて非現実的だと思いませんか。まあ、これまで作ってきたこの筑富の生徒がっていう、こういう話になってきますと、別に現実的ですよ。それ他の筑富の生徒たちはね、方々は。でも H ですよ、あの様子ですよ、チラッと映るだけでもあの様子ですよ。誰がこれを現実的と思いますかっていう話なんですよ。で、地に足をついたもの、これ足ついてませんよ、本当に高げた博士すぎて、まあ、もう無理でしょうね、地に足なんかついてないんですよ。なので、地に、あなたに合った地に足のついた提案を求めますっていう、そんな状況だってカードは言ってるんです。これはテーマのに対するお答えではなく、魔の手が及んでいるかということに対するお答えではなく、していることの正しさ、署名活動の正しさをカードは伝えてくれています。あー、出ました、また出た、この女。これはね、憎い女です。憎むべき女なんです。嫌な女、メッセンジャーデザイア、なるほど、メッセンジャーですよね。これですよ、これかなと、これほら、お手紙持ってますでしょ、ここに。これですよ、同じ手紙なんですよ。この憎い女、憎むべき女が
使者を送ってるんですよ。何をって言ったらこれです。もう強く欲すると、欲求、渇望、切望、そして要求、欲求表してます。もう強く求めています。まあ阻止させろってことでしょうねと思いますよ。これ嫌な女、これはね婦人かなと思うんですけど、先ほどねここに出てましたので、ね、まあキーかもしれませんがね。フォーエナミーロール、これねやっぱりちょっとあのね危ないです。うん、あの国民で騒いだ方がいいと思います。これ私 の、 あの意見に過ぎませんが、あのね先ほどのロスオブマニーがちょっとね、いや本当にこれと同じかなと。ビリコさん敵ばっかり出てるんです。でこれは誰かというとこの赤門さんなんですよ。うん、主です。その署名活動の主、主人なんです。で采配を振る、この人に対して敵、これは敵、対抗者、反対者、ね、恐れ、そしてこれ競争、敵でも競争、ライバル、この人に敵だらけっていうのが出てます。なのでこれだけ見ても魔の手が及んでいると思います。まあ、あくまでカード占いですが、イマン劇場ですよ。Sweetheart, Judge。 なんかこのカードちょっとあの先ほどのこれもそうなんですけど、ちょっとね、そこまで深刻に心配しなくてもいいよってことなのかな。なんか途中でお話がそれるんですよ。まるで私のように似てますね。なんかねお話それるんですよ。これ年の宮殿下なんですよ。こんなことをしているともう全部含めて年の宮殿下の立体視がこう近くなって皆さんの国民の判断がそうなっていくっていうことを表してるんです。こんなことすればするほどそうなっていくって、魔の手が及ばせれば及ばせるほどこうなっていくことをカードはお話ししてるんですよね。次いきます。ビジネス、またスライド、本当に嫌な女がもう、うわっ、ダークヘアードウォーマン、はあ、やっぱり女、広報室長かな、なんか、そんな感じがする。これはね、キーか婦人かなんですけれども、仕事を命じてるんですよ。これ仕事なんです。これは、まあ、人を軽視侮辱する女、ね、妬む、そねむ、羨ましがる、嫉妬する女、そして残酷、無慈悲、非情な女が出てるんです。でこれはこっち向きなので黒髪の女なんですよ、に何か仕事を言っている感じ、魔の手でしょうね。魔はここですよ。そう出てますね。それか星揃いかもしれないんですよ。いつもねこれ裏返せばもう並外れた金銭欲、物欲の女、嫉妬、妬む、そねむ、羨ましがる女なんです、ね、でもこっちこうやって出て済ましているんですよ。そうではございませんわよっていう顔をしている。だ婦人とキーかもしれないんですけど、婦人とキーの仕事だって言ってるのかもしれないですよ、でも黒髪の女ならこれに依頼しているとも取れるんですよね。仕事を命じている、そうとも取れます。どちらもありそうですね。サービス、メッセンジャー、ウェディング、先ほどもちょっとねこれ出てましたけどね、ウェディング、これと同じ意味かどうかってことになるんですけど、ちょっと違うかな。これはね貢献、尽力、お世話、奉仕で、これはまたメッセンジャーなんですよね。こういうお手紙出してるんですよ。
だからこれをどう取ればいいかなんですよね。誓い、結婚の他にも誓いという意味もあります。誓った人に依頼しているというふうにも取れます。それか本当にこれ先ほども出ているので利宮殿下の立体詩というふうに考えて、そこに何かお世話がある、そういうことかなとか、これはねごめんなさい、ちょっと私これですねっていうふうにはなんか来ない。どうも先にこれを出されているだけに引っかかるんですよね。誓いという意味だけのようにも思えない。ちょっと次見ます。ドクタープリズムメランコリー、これってどちらも H でしょ。これ一緒だと思いますよ。いつも医師がそばにいて主治医ね、そんな状況なんでしょう。でこう閉じ込められているような感じ、これは別に病気だってとあの閉じ込められる感じですもんね。入院とかそういうのもね、皆様そんな気持ちだと思いますよ。病院にこう閉じ込められているような、あそれを表してるんでしょうね。でもまあ頭抱えてますので、これはもうこの署名活動をこうわーってなっているような感じにも取れます。これだってこれ一応あのプリズンですので、これは刑務所ですので罪なんですよ、ね、ここにこう入っているのでね。でこれ憂鬱落胆、なんかこれを見てもなんか先ほどもう一番最初ぐらいから出ていた共感を示せじゃないですけども、なんかね同情を引こうとしている、そういう感じがするんですよね、うん、例のノマドのあれでもそうでしたもんね。あのまあ、名前こそ出しませんが、まあ、私の大嫌いな人物ですけれども、それがまたあの X でね、もうここぞとばかりに拡散して、ね、同情してますよね、うん、バカバカしい。では最後の3枚見ます。魔の手は及んでいるか。トゥリースネーク、あーこれかカード占いですが及んでます、うん、これは署名の木なんですよ。これどんどん育ってるんです。今植えたばかりなのにもうこんなになっているっていうぐらいなんですよ。このままいったらどんどん育つんです。もうすぐに根付いて、ね、根を張ってもうこう枝葉を伸ばして大木になっていってるんですよ。それは焦りますよ。これはねもうあの婦人キーですよ。必ず出てくる。で一生懸命ごまかしたり騙したり嘘ついたり偽ったりしてなんとかガブッといこうとしている。もう一つ申しますと、その赤門さんの部屋のクローゼットの中に隠れていてギョッと驚かすような何かもしかねない、そんなカードです。そしてこれはもうこの不要なものを除去するのに必死ですよ。この署名でしょうね。とにかく H にとって否定反対拒否であって、そして H にとって迷惑なそんなエネルギーを追い払う、それが出てるんです。なので処分するとか片付けるとか恐ろしいのが出ますよ。これ皆様で一生懸命ね、あの放置しないで騒いだ方がいいと私は思います。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。